なんなのいや飲み込むなし <laughs> ねえ はい、皆さん、こんにちは、えしです。本日は、幼日、えー、こっちら見ていきたいと思います。よろしくお願いします。す、えー。前回お話としてはね、まあ、結構面白く見れる流れだったんですが、まあ、その中でもね、鈴、え、ず、ー、あの子が、まあ、竜栄にね、目つけられるっていう流れになりました。で、その流れの中で、また、高飛び込みのね、台に乗って、鈴音自身も、その C に対して先制布告したり、まあ、A クラスになるよっていうことで、まあ、A にも目つけられるみたいなね、まあ、そんな展開になったんですけども、まあこうなっ ってくるといよいよねその c クラスとまぁ直接あの龍炎ってやつとまぁなんかスズメとか矢野工事がちょやり取りをするみたいな形になると思うんですけども一体ここね c 対 d どういう流れになるのかまあここが今回の注目なのかなと思います多分お話的にはそういう形になっていくと思うんだよねさすがにここで飛び越えて b とか a を相手にするってことはないと思うんででここのクラス同士の戦いの中でやっぱ d クラスねまぁ一致団結していかなきゃってところもあると思うんだけども まあちょっとスズネに関してもね心境の変化みたいなのが前回ラストに綾小路くんがねまあ集合写真みたいなのをね送ってきてくれてでそれを見てちょっと微笑んでるみたいなのもあったし今まではどちらかというと一人で動いてなんか周りにあんま協力しないような形を見せつつも結局は協力してたって流れなんだけどもっとみんなの前でもね少し協調性のあるような態度を取ってくるのかなと僕は思っていますそういうスズネの変化みたいなのを見ていきつつクラス同士のやりとりの中ね 中で d クラスがねどうやって成り上がっていくのか、えー、これをまた見守っていきたいなと思いますそしてその中でまた綾野孝くんの正体とかね櫛田さんが行って何者何考えてんのかとかあとはさくらちゃんが本当は綾野孝くんのこと好きなのかなとかねあと須藤いい加減にその態度ね変えていけよとかいろいろ考えながらね見ていきたいと思います、えー、ぜひ皆さんもねまあいろんな考え巡らせながらこの作品見ていってもらってぜひぜひ僕の動画と一緒に見たね再放送の感想なんかコメントでいただけたら嬉しいですえて、ー、いうわけでね早速本 本編見ていきましょう。えー、皆さんも録画したものもしくはビデオでまた使って一緒に楽しみください。簡単なご挨拶とんぺいスタートです。よろしく田の間さ三二一。さあ今回何だったっけ？何しろここにあるうんまたちょっと怖いタイトルだね。一切の望みを捨てよって。何なんだろう。 だから結構大きな動きはありそうだけど。ん何これ空は自由。うん。翼うん。なんか舞台だね、これは。あ、これあれかなうん。イカロスの翼だ。 うん、まあそんな詳しくは知らないけど、この翼ってあれだよねこのお父さんが、このイカロスに与えたみたいな感じ。おおえ何これうん。え何それえ何それ だから、この、綾野孝二君がなんかいた、あの、施設みたいなとこの人なのかな逃げてここに入ってきたみたいな感じルールに守られている。うん。問題。ああ、じゃあ学校側としてもなんか引き渡すために、綾野孝二君に向ける目を厳しくするみたいなことを、これ言ってんのかなうん。 え石関係ないやばいやばいやばい。ね、これちょっと直接的に言ってないけど、ねえ。取引えどういうことなんで A を目指さしたいの担任だからうん。え 怖い怖い、何これ、急にほんと。退学になり。うーん。あ胸ぐらつかんち、こんなん大丈夫なして、先生に。なんか素行とかのさ、あれ。うーん。えー なんなのそんな、よっぽどそんな、なんて言ったらいいんだろう、外部から強い圧力がかかってんのかなけど、それを矢野孝二が A を目指すんだったら、まあ、多めに見てやってもいいよ、的なことをこの先生としては。後悔はぁ、あ。まあ、取り入れる毒としては、ま、強烈みたいなことなのかな先生が考えてるようにはならねえぞ、みたいな。 うん、自由を守るために。いや、それって果たして本当に自由なのかね。<laughs> もうよくわかんないけど。<laughs> 難しいななんかすごいなんかお話が、このクラス同士の争い,争い以上に、もうこの綾野幸くんのこの部分気になるわ。彼は一体何なのよ、本当に。 誰が一体この学校側に接触してきたんだろうね。で、この先生はこうやってなんかいろいろ取引みたいなの持ちかけているけども、学校としては、要はこの先生より上の側の人たちとしては、もしかしたら綾小路くんは引き渡したいくらいの、あれがあるのかもね。ってことはやっぱ綾小路くんはなんか政府とか、 もしくはなんか外国のなんか組織とか、そういうなんかとこの秘密施設とか組織で、何をされたんだろうね。英才教育みたいなことなのかな。なんで彼、わかんねえな、本当に、この子。けど、A を目指せるだけな、あんたやっぱ潜在能力があるでしょってことなんだろうね、先生からしたら。 もうそれを隠さずに、これから本領発揮してくれよ、みたいな。で、今最終的になんか、受けたってことでいいのかなあやのこうじくんは。それで理解は合ってんのかなちょっと一回じゃねえ。難しいねポンコツの頭には。え何 いやいやいや、学校はこの子あれだよね ?D のあの前回の、俺みんないるじゃん。あれ、軽井沢さんとかだよね。<laughs> すご<ど>く <laughs>。よかったね、残れて。うん。え学校側がえ、ってかすごくないこの。いや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 、どういうスペランツァ。 うん。あ、さっき演劇見てたのここなのか。うん、学校の施設かと思ったよ。いや、いるのスパとか、高校生に。うん。いや、うん十万で済まないでしょ。うん。また水着かいや <laughs> いやいや、すんごい攻めてるけど。ねえ。 いや、いや、来てくれたら嬉しいけど、さすがに来ないんじゃないうん。あ来てないよねいや、けど、いい眺め。いや、男性。<laughs> いや、目の保養ですな。先週に引き続き。うん。え、誰いやいやいやああ、さっきの。告白とかしたら、どんな反応すんだろうね、あの子を。<laughs> いや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 。 <laughs> まあ、ちょっとやってみな。もう絶対玉砕だと思うけどね。本当にやんのおうん。やるんだ。うん、ちょっと頑張って。ここまで来たら。うん。なんか、さらっとうまく流されそうだけどね。えいや、告白じゃねえじゃん。ねえ。 まあ距離は縮まるよね、けど、これで。えもうさらっと。<laughs> もうね、思考停止してない嬉しすぎて。<laughs> いやー、まあ、よかったんじゃないこれで。告白で振られるよりは。うん。え <laughs> 何が <laughs> そうじゃん。んああ。お 鈴音、ね、ねあ、須藤くんは何堀北にやっぱあれなのか俗根なのかうん。好きだ <laughs> いやいやちょっとなんか、相変わらずね、なんかみんな青春してるね。先週から引き続き。いや、そういうのはちょっと一人で部屋でやれよ。みんなの前じゃなくて。アイリーアイリーって誰だっけ 下の名前であったわよくわかんないな、俺。桜か誰このむきめ。ああ。いやいや何、何今度は。い、う、い、ん、いい、そういうの。え <laughs>、それだけもしかして <laughs>。うん。ただ、うん。なんかありそうだよね。うん、怖いな、これ。 これまた学校側がなんか仕掛けてきてんじゃないのこれ。うん。なんかあれコースとかを食べんのかいここ。おうん。いやー、高校生にはちょっとこんなのあれだろうね。あー、注文の仕方うん。これはどこのクラスのあれだ いやいや、須藤にそういうのまた言わないで。ジャンク。いやいや、ハンバーガーの何が悪いのよ。ねえ、美味しいじゃん。誰だあ、A か。A クラスのあれだね、この人。うーん。そこうめんな。うん そうかもねそれは確かに周りが不快になるようなうーん須藤君は有名人だねいや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 それはちょっとひどくないかうーんそうだねちょっといい加減須藤君は学んでほしい部分もある確かに。 うん。ナンバーツーとかなのかな ?A クラスの。え <laughs> ちょっと待って何、何 <laughs> え <laughs> なんだ誰誰可愛い,いけど。先生か。ああ、B? これ、一ノ瀬うん。ああ、スパか。うん。 いや、ここの先生あれだよね。すごい、癒着じゃないけど、み、あれだよね。生徒と仲良しというか、情報を流してるというか。うん。講演寺、さっきのね。うん。あ、うん、そう。綾野ののこと言いたいんだ。勘。あ、勘が鋭い系なのかね。うん。 星宮先生。いやーてか、サービスカット結構あるよね。このアニメ。ありがたい。んなんだ何考えてんのうん。ある男。うん。まあ、個人というよりは、どこかの団体とかなんじゃないかな。企業とか。うん。 この人も怪しいよね。なんか前回の、うん、その付き合ってる時の鈴音の話だとさ、なんで D にいるんだろうみたいなこと言ってたじゃん。鈴音のそういう感は当たりそうじゃん櫛田さんに嫌われてるっていうのもさ、分かってるし。うん。うん、本当にそういうあれなのかな 今の「それとも」っていう含みは何だろうね相談え橋渡しうんああ協力していきたいんだね近づいてうん まあまあまあ、確かにその側面はあるけど、ああ、軽井沢さん。前の孝二君もあれなんで裏で動いてたの知らないからね。そうなっちゃうんだね。うん。平田君は結構本質が見えないキャラなんじゃないかな、きっと。んうんう出た、公演師。いや、こいつ本当マイペースだよね。 だこの人が一番この後 D の中でなんか台風の目みたいになりそう。この男が本当にさ、これからこの上を目指していくにあたり協力関係になれんのかな鈴音とか綾小路君と。またスパ。そしてね、何 <laughs> 回今ありがたいんだけど、いや、お前かよ お前の足かよちょっと誰のかな <laughs> と思ったけど。いや、いい <laughs>。いらない <laughs> ん。んあ,あ、鈴音か。なんだ、そわそわしてないちょっと。うん、待ち合わせしてたのうん。呼び出し。んー、それね、なんか何なのと思ってんだけど。ただだったり。 うん。南の島のペンション。うん。学校側が何ふるいにかけようとしてるってこと ?A から D をまた。おうん、リュウエンああ、鈴音にちょっかい出しに来たんだ。ああ前回のね。うん。あなたはあってどういうことだ リュウエンのこと、あれかな知らないんだっけうーん、ちょっと触らないで。お前の、お前、俺の女になれみたいなこと言いに来たのか、これ。なんかこの感じは。ファンもうちょっとやめてくれない宣戦布告じゃん。ああ、この子。 気になってた子、息吹。うん。んどういう関係慣れならしいだけかうん。あー、やっぱこれあれじゃん。C の。ちょっとこの息吹ってこうあれなんじゃないこの後、こっちの陣営に誘い込みたいよね。あえぬこじくんたち、きっと。この男もまた厄介なんだよな。 戦闘要員としてはもう超一流そう。うん。いや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 。これ、ああすず割って入るええなんなの C は。うん。 この竜縁がなんかトップみたいなの取るまでになんかあったのかな ?C は C で。うん。もう勝手になんかね、落ちてきそうな気がするんだけど、このまんま。D が何もしなくても。報告あ、これ A のあの、杖ついてる人マスミって誰だ うん、誰だ綾うじくん鈴ね？誰だろうえ誰にこの電話してる相手いや、わからんな。どっか D かなんかに内通者でもいいのかん誰ああ、さくら。うん。どうかな誰と喋ってんの うん。ああ<ー> <laughs> ちょっと待って、綾小路くんいるじゃん。デートさそうとしてんじゃないだからやっぱ好きなんだね。桜は綾小路くんのこと。確定だわ。かわいい。<laughs> よかったね。いやー、俺いいなく桜。押せるなあうーん、綾小路くん。うん。 うーん。まあ、せっそこら辺もまた綾小路くんが取り持ってくれるんじゃないうーんや。優しいよね、あの小路くん。こうやって話してると。うーん。いや、ますます惹かれちゃうね。おうーん、積極的。うん。うん、ここに、櫛田さんがあ、見られたくないんだね。うーん。 このあれだね。やっぱ感じてるんだね。何かを。本能で。うん。うん。いや、串田さんだからっていうのもあるんじゃないいや、なんなのなにちょっと怖いんだよね。俺、串田さんは。うん。いや、これだこれ。どっちがみたいなこと言ってたけど。 いや、なんか用があって来たんじゃないのこれ。うん。特に用事なし。うん。なんもないんだ。なんかあの悪いやつ出てくるかと思ったのに。んなになにいやーもうやっぱ出てくんじゃんなん <laughs> だったのうん。なに<何>うん。警戒。 いや、そりゃするよね。あんな態度というか。わかる。ってことは、だから、鈴音とか、桜さんのそれも分かってんじゃないこれ。意外と悪い子じゃないのかもね。串田さんは。なんか最近この感じ多くないあやのこうじくんならじゃないけどさ。なんか言おうとしてるよね。なんなの いや、飲み込むなし。ねえ、もう3回目くらいだよ、こういうの。何もう、あ <laughs> れね、気になること多すぎるし。うん、ああ、もう翌日うん。なんかありそうだぞ。あ、着いただけ。<laughs> さっき、のペンションとか行ってて。 意義ある景色どういう意味だろう何これが意義ある景色なのうん。まあだからやっぱこの島で何かあるんだなー感動。うん。うん。鈴ね。 うん。大丈夫かなんか、流園とかは、大丈夫よ、本当に。ちょっかい出されてないといいけどね。んああ。なんだ、ノートもって。なんかあるのかなこれをよく見といた方がいいようなお話なのうん。 し注意。だからやっぱ学校側からなんかミッションみたいなのが与えられるみたいな。ジャージで集まって。うん。何もも、サバイバル生活でもするんかうん。腕時計 なんだなんだバトルロワイル的なものが始まんのかうんはいこれが担任なの A のうんえ病欠誰なんそれ 特別試験私立も持ち込めずなんだろうあ,あ集団生活サバイバルではないのはああ,あやっぱサバイバルなんだペンションとか使わないのねわあ、これは大変なことになるだろうな また、もう揉めそうじゃないいろいろ中で。D とか C は特にさ、なんかな、中が、うん、あんまうまくいってないところもありそうだし、その、高円えみたいなのもいっしさ、D。で、C は、さっきの女の子とかが揉めてんじゃん。これ、あれかなそれぞれのクラスで生き残るために頑張るとか、まあ、一週間頑張るとかだけじゃなく、他のクラスとも、何か、 あれか、生き残るために、え、なんか奪い合いとかになったりすんのかね食料とか。ここら辺の生活スタイルみたいなのをまた学校側が審査して、またクラスポイントとかが割り振られたりするようになるのかなだとしたらこの島でもう C となんか決着しきつきそうな気がするんだけど。今回の。 で、ここでなんか、あれじゃない綾野のこくんの、その持ってる能力みたいなのが、すごい役立つみたいなの来そうな気すんだよね。サバイバル的な部分で。なんでそんなこと知ってんのみたいな。そこら、うんそこでなんか片鱗が見えたらいいんだけどな。あやのこうじくんが何者なのかっていう。まあ、ここはずっと変わらないね。もう最近は。それともなんか微妙に変動してるないよね。さあ。 全然わからないねどういう意味なのか <laughs> はいというわけで今回ね、まあ、先生がもう序盤でちょっかい出してきて綾小路君はどうやら A を目指すって形になったんだけどもそのなるにあたっての,その先生をなんか煽かってきたというかそのなんか言ってきたのは誰なんだろうね本当にここがすごい早くスッキリしたい僕としてはそしたらあと串田さんも早くスッキリしたい何を飲み込んでんだろうね彼女は。 けどなんか綾小路くんにああやって飲み込もうっていうか言おうとしてるってことはやっぱ綾小路くんのことは信頼してんだろうねなんか同じ類友みたいな匂いでもすんのかな あと、ここでもしサバイバル生活みたいなのが始まるんだとしたら、そんで C クラスと戦うみたいな話になるんだとしたら、やっぱあの、いぶきって女の子が、もうこの C 攻略の鍵にはなりそうな気がします。あと、B と A のそれぞれトップが、まあ、B はまあ先生からの勘だったり、A はなんか電話越しの話だったりで、全部あれ、綾小路くんのこと話してんじゃないかな。やっぱ A、B にいるクラスっての達てじゃないみたいな感じに僕は受け止めました。また来週もね、この再放送のスケジュールに合わせて見ていきたいと思います。 思うんでぜ,ぜひ一緒に楽しんでください。えというわけでね、以上動画ぶつがお送りしました。バイバイ。